アーチ線は標準的なブリック形状およびピン配列のデジタル DC-DC コンバーター製品を幅広く展開しています。当社の短出力絶縁型モジュールは優れた熱性能を備え、プリバイアススタートアップ機能の向上と相まってデータ処理および情報通信アプリケーションでの使用など、特に非絶縁型モジュールへの給電用途に理想的な選択肢となっています。それらのオープンフレーム設計は強制空冷または電動冷却に最適化されています。熱性能をさらに向上させるアルミニウムベースプレートのオプションもあります。アーチ線の絶縁型デジタル DC-DC コンバーターは薄型ユニットで、ボード間のスペーシングが厳しい要件に最適です。8分の1および4分の1ブリックのユニットは業界標準の PM バスインターフェース動作フットプリントに従い、電源モジュールを御社のアプリケーションに合わせて 300W から 700W まで拡張することが可能です。アーチ線はデジタル非絶縁モジュールとして LGA80D を提供しています。 LGA80D は業界最高水準の低核電流密度を持つ製品です。そして LGA80D の効率はこのカテゴリーで最高レベルを誇ります。この革新的なユニットは2つの 40A 出力を備えており、1つの 80A 出力に構成することも、完全に独立して制御することもできます。また最大4つのユニットを並列に接続することにより、単一電源レールとして最大 320A の大電流を生成可能です。 LGA80D の幅広いトリム機能は様々な半導体デバイスでの使用に適しています。アーチ線は絶縁型および非絶縁型のユニットをカバーするため、デジタル DC-DC モジュール用に2種類の評価キットを用意しています。これらの評価キットを使用するには PM バスインターフェースドングルを備えた PC 上の USB ソケットに付属のケーブルでデモンストレーションボードを接続し、アプリケーションで使用されるのと同じ状態で DC-DC モジュールを制御およびモニタリングできます。デモンストレーションボードには単純なディップスイッチの設定で出力電圧の有効化と選択を可能にするハードウェア機能が搭載されており、ボードから電圧およびリップル測定ポイントが得られます。絶縁されたデモンストレーションボードを非絶縁ボードに接続することで、システムレベルでの 48VDC 入力からプロセッサレベルでの低電圧への全 DC-DC 変換プロセスをデジタル制御でテストすることができます。詳細は jp.artesyn.com をご覧ください。